小村武史9月2日体は、日本の官僚。元大倉事務次官。血液型は B 型。和歌山県立青林高等学校を経て、東京大学法学部、第二類卒業。1963年、大倉賞入賞。入賞同期に、中平幸則、西村義正、米沢純一、佐藤隆谷口隆金子義明など。 経済企画庁長官官房長を経て、斉藤二郎次官の下で、大倉省大臣官房長を務めたように大倉省主流たる主計局の斉藤組の筆頭とされ、後主計局長を経て、1997年7月、大倉事務次官に就任。次官に就任後に、大倉省接待汚職事件が発覚して、三塚博士。 大倉大臣が辞職したが、武藤敏郎官房長と共に職に止まった。ただほどなくして、同月28日、疲労の公務員官舎で、金融検査官の一人が自殺したため、橋本龍太郎首相建造省により、時間職を更迭され辞任を余儀なくされた。そのため、時間在任期間は6ヶ月と戦後最短となった。退官後は、 大倉省財政金融研究所顧問、ついで2001年から2007年まで日本政策投資銀行総裁を務め、2007年に全国盲ろう者協会会長に就任。2008年からは、ソルトサイエンス研究財団理事長のほか、商船三井社外取締役、東京会場、日動火災保険顧問など、複数の役員を兼務している。2020年、随法。 重光明受賞。ありがとうございます。